口紅です。エルメスです。あ、水筒はい、パスポートです。パスポートです。名車でもらったもんついで。お、名車って懐かしいっすね。なんていうの、眼科。僕はいい。ちょっと見せなさいよ、いい見せなさい、じゃ座んなさいよ、いいから、座んなさい。じゃありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、レイさん、はい、ちょっと待ってください。なんすか、今日まだ終わりじゃないですけど。なんすか、今日いいカバン持ってるじゃないですか。あ、これキャバンのです。この夏のお気に入りです。今回紹介してたやつ。そうです。中身を見せてください。中身あれですね、 YouTube でよくやってるやつですね。そうそうそう、それ今からやります。今からですか、本当に本当にリアルじゃないと意味ないんですよ。いやいや、ダメです。ダメです。もう取り出しダメですよ。マジか。ちょっと移動します。さあ、はい、拉致してきましたが。本当映えないんだけど。はい。いいですよ。リアルなのか知りたくないですか。ちょ。それだったらもうちょっとちゃんとした感じのがあったような気もする。でも本当かしらんだけど。いや、なんかちゃんと普段使ってる感あるじゃないですか。まずは、銀行に今日はこの後持っていく。ちょっと待って、出ちゃダメな情報じゃない、多分ですよね。贈与契約書ですね。と、銀行のカード。銀行のカード見えちゃう、見えちゃうから。ガチじゃないですかっていう。で、他はパスポート。お、パスポートなんか持ってんすか？あの、銀行で身分証明書持ってこいって言われてて、それでパスポートで。あ、なるほど。はい、パスポートで。あ、でもまあいいんじゃないですか。ありかな。ありありあり。よかったよかった。はい、あとは、カメラ、はいはいはい、XT5。いつでも持ってるって感じ。いつでもとりあえず持ってる。これは誰か見つけた時用に。そうそう。見つけて撮れなかったことの方が嫌だから、うん、ちょっと重いけどこれはマスト。あ、です。ジャーナリストっす。ジャーナリストですよ。に伴ってアンケート用紙。はい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 。アンケート用紙はパソコン同様、ベッタベタです。出た。ステッカー貼りすぎ。ステッカーベッタベタです。着てるもの、あとはちょっと好きなお店、好きなブランド、美容室、好きな街、今欲しいもの、一番最近買ったもの、一番興味があること、将来やりたいことですね。で、ちなみにこの将来やりたいことに書くと願いが叶うというジンクスがあります。お、じゃあもしレイさんに捕まったらこれ書くと願いが叶う。アンケート用紙に伴うペン、はい、あ、はいはい、ペンですね。こっちはラミーですね、はい、ラミーの4色ボールペンです。ラミーっていうのは文房具のメーカーとか。文房具のメーカー、ドイツのメーカーなんだけど、すっごいこれ綺麗なの。へえ。形が綺麗じゃないっしょ。ああ、確かに。で、かつこれなのに4色出んのよ。老舗ブランドなのに、うん、そういうことそういう、トライアと一緒、老舗だからこそ進化しますっていうラミーでございます。で、こっちは、秀政君、ママの弟からもらったモンブランです。モンブランっていうのも文房具ですか？知らない、僕あんま詳しくないんですよね。あ、モンブラン文房具だね。老舗、知ってる人は多いよ。知らない人の方がいないと思う。モンブランのマークはこれですね。大学の入学か卒業でもらったの。あ、はで、あ、撮影関係で一応動画も撮ってるから、動画。あ、最近の相棒ですね。最近の相棒です。これです。パリで買った DJI です。2代目2代目です。これも一応何かあった時用に持ち歩いてます。すごいちっちゃいですよね。ちょっと気になってる人多いんじゃないですか、もしかしたら。これくらいだよ、ほんとちっちゃい。ここがカメラになってます。パリコレとかはいつもこれで撮ってます。これなんですね。で、ハンカチ。ハンカチ。ハンカチは、ラルフローレンかな。と、自転車の鍵。まあまあまあ。いつも自転車移動するね。そうそう。うん、ね、映えなくない？ちょっと、もうちょっとなんか私、頑張れるんだけど。ヤマハのパスでーす。でもそろそろこれ、明智くんになります。そうですね、新しいの買った。そう、新しいの買おうと思ってます。でも、携帯でしょ。はい、その辺はね。うん、まあ。携帯のケースとかなんか特徴ないですか？携帯ケースね、エルメスのレザーと一緒なところで作ってもらってて、で、銀行の後に行くのがピラティスなんですけど、ピラティスのカードでBMP です。めっちゃ週2で行ってんの。本とかあるな。本ある。今読んでるやつが中島京子さんのイメメル帝国図書館です。面白いよこれ。で、これもうちょっとで読み終わるんですよ。ほんともうちょっとで、うん、もうちょっとで読み終わった時にどうしようっていう
不安があるじゃないですか、はい、次の本もあります。また全然違う本。なんかそう、あの体今頑張ってるじゃないですか、はいはい、呼吸法を頑張ろうと思って、なんか呼吸法を変えるだけでみるみる痩せる体に、ゆりさんって言うんだけど、あのストレッチとかのやり方、はい、骨格の整え方みたいなやつをやろうかなと思って。意識高いですね。お洋服着るために頑張ってるんで、うん、ちょっと意識高いやつは短めにしとく。イラつく、イラつけこいつ。で、水筒。お、何入れてるんですか。ね、ね、家で作ったミントティー。あー、建造の水筒。かわいい、かわいいです。ありがとうございます。サングラス。あーなん、あー、やっぱそろそろ。そろそろ。これでも前もはめてたよね。これですね。最近その形好きっすよ。好き。なんかさ、あの流行ってないこの形。暑い日はさ、あと自転車乗るとき、あーあった方がいいっすよね。そうそうそう、結構危ないもんね、うん、ピラティス行くからマジマジくんで。全身のタイプ。全身。へえ。すごくない。へえ。ナイキ。ナイキ、こんな全身あるんですね。全身です。そう、体のラインが見えた方が、やる気が出るじゃないですか、はいはい、ということでこれで、もこれだともじもじくんすぎて恥ずかしいので T シャツもちゃんと持ってきてます。僕はすいません、知ってるじゃないですか。プロップドにしてみました。101回目のプロポーズ、プロポーズです。僕はすいませんです。これでピラティスしてるんですか。これです。毎回先生にね、言われる、なんすかみたいな。むしろそのなんすか待ちのためにネタ用意してるところすらありますね。うちの先生、夏野ちゃんって言うんですけど、はい、夏野ちゃんのためにこういうネタ用意してます。あとはゴムね、え、映えない。これは髪につけるんじゃなくてワンピースにつけます。あー、自転車乗るとき。そうそう、自転車乗るとき巻き込んじゃうから、こういうこういう感じ用のゴムです。で、最後はポーチ。ポーチは、ルイ・ヴィトンのショーに行くと毎回インビテーションがこれで来るんですけど、ポーチ、インビテーション入れにをポーチにしてます。鏡、鏡はエポイのやつです。レザーグッズのブランドがあって、そこで刻印してもらいまして。おー、レイ、レイです。鏡です。鏡です。口紅です。エルメスです。あー、もうエルメス一択って言ってましたっけ。そう、大好きなの。なんていうやつか分かります。ルージュアレーブルサティネ、オレンジでございます。艶感のあるオレンジでございます。好き好き、好き好き。今つけてるやつ。今つけてるやつです。好き好き、好き好き。これこれ。それが好き。マグネットです。そう、マグネットが好き。あとは乾燥用の、かすれてますけど、線です。線、線。乾燥しやすいんですか、レーザー。私乾燥しやすい、うん、こんな夏とかになって。夏とかでも多分日に焼けるからじゃないかな。あ、とかいつも持ち歩いてる。シーズン問わず。そうそう、ずっと持ち歩いてる。そしてメグスリね。ねえ、ねえ、映えない。いや、メグスリ大事じゃないですか。名車でもらったメグスリです。名車って懐かしいですね。なんていうの、眼科。名車って懐かしい。あとこれは、梅雨時だから、なんだっけ、低気圧とかでさ、偏頭痛になっちゃう時あるじゃん。ほうほうほう。この時にここにね、つけとくとちょっと楽になる。え、外から塗るんですか。そうそうそう。こうしてこうすると、頭痛い時とか、梅雨時って結構頭痛くなんない。あの気圧の変化とかっていうやつ。多分そうだと思う。ああいうのにも効くんです。うん、と思っている。どこに売ってるんですか。コスメキッチンとかでも売ってるし。コスメキッチン、うん、とりあえずいろんなところで。それとなんかためになってきましたね。あ、よかった、よかった。自転車の鍵とか。もじもじくんとか。あとは香水ですね。サウザンド、サウザンドカラーズですね。やっぱ持ってないとなんか嫌なんですよ。ディスコを模した匂いとか言っちゃうじゃん、すごい。多分これどっかのホテルで備品でもらってるのかな。映えねー。あると便利なんだよ。あるとなしと全然変わるから、ね、便利なんですよ。リアルに使ってるやつですから。こういうのは割と全部使っちゃう、ね、そしてそしてソーイングセット。え、なんでそんな持ってるんですか。割とね、一応あると便利だよ。ボロッと取れたりとか、糸ほつれたりとかするときに、あと人にも貸してあげたりとか。へー、便利です。あると喜ばれます。薬出た。
調剤薬局、はいはいはい、セルフケア薬局の薬で、おじいちゃんの量のやつ、おじいちゃんの量じゃないから、美容のためにやってんだから、医療じゃなくて美容ですから、量がおじいちゃん、これくらい気を使っているってことですよ。すごいっすよね。じゃあ以上ですか。以上ですかね。でも私このままで終わると思うなよ、明智。なんすかなんすか。さきさん。なに。ちょっといいから、僕のは。ちょっと。僕のはいいから。ちょっと見せなさいよ。見せなさい。ちょっと座んなさいよ。いやマジで言ってます。明智さん、リアルのがいいんですよね。いや。何を持っているの。今日は2つあります。2つあります、はい、何を持っているの。これはカメラ機材なんで、うん、これは今使ってないですけど、うん、サブ、はい、ってことはいつもカメラ2台持ちです。何かあった時のために。ちなみに機材は何を使っているの。 α7-3 っていうソニーの一眼レフカメラですね、まあ、こっちはリュックだよね。はい、リュックも機材ぐらいしか入ってないです。いや、ここから見せるよ。ここから、こんなの入ってるここは良くないっすね。出しなさいよ。イヤホンとかモバイルバッテリー。なるほど、はい、名刺。あ、名刺の元祖みたいな名刺ですね。元祖みたいな名刺ですね。あとペンですね。何のペン使ってんの。普通の100円ぐらいです。なるほど。あとはダメだって。ダメ。私全部出せって言ったら出したからね。あ、香水出てきました。お、はい、ディプティックのイチジクの香りがする。あー、なるほどね。 YouTube アップかやって。 YouTube アップなんで僕こんな感じやった。おかしいでしょ。僕のチャンネルでもないのに。あとガムがありますね。ガムがサンああそうね。一気によくガム噛んでるからね、はい、あとはパスも。パスも、はい、タバコ。タバコ、はい、あと印鑑が出てきました。印鑑なんで今日どっか行くの。そう、印鑑ってなくしやすいじゃないですか。なくしやすいから持ち歩かない方がいいよ。ずっとここに入れてます。ずっとあとはバイクの鍵ですね。バイクの鍵、はい、あと試供品のなんか香水あります。あと香水ばっか持ってるね。そうです、バイレードと。あ、バイレードね。ノンフィクション。あの、あ、それ私あげたやつじゃん。ねえ、あげて入れっきりなんじゃないの。印鑑と同じくらい入れっぱなんじゃないの。そんな感じです。ここはもう、はい、あのゴミしかゴミ。何の薬入ってんの。これ何だろう。知らんよ。ルルアタック BS。 風邪ひいた時だね。ちょっと まずい。これはまずい。もうちゃんとゴミ捨てないよ。まあ財布っすね。あー、シール貼ってるやつ、ね、そう、これはレイさんに貼られました。これはゴー君のやつで す、ね、2年前ぐらいに貼られて、コンビニで出すために店員さんが一回チラ見するっていう。あとは大学の授業の時の資料です。大学の資料って何ですか、アキッピー。アキッピー、大学の資料って何。大学で映像の授業をしてる。え、アキッピー先生なの。先生なの。指針をしているの。そう、大学の先生してるらしいですよ。バッグはニューエラですね。とジャムホームメイドっていうところのなんかコラボみたいな。このリュック結構長く使ってるよね。もうこればっかですね、撮影するときは。結構入りそう。結構入るんで、うん、あとこれ背負ったまんま、うん、こっから片手で撮れるんですよ。あー、なるほどね。これがすごい楽で。ねえねえ、映えない×映えないのこのバッグの中身、どんな需要があるの。ちゃんとしようっていう気にはなりました、ね、うん、私もちょっとあの、はい、もうちょっと化粧品中身増やそうかなとか、あのバッグの中身いつ見られてもいいくらいに可愛くしようかなとは思いました。そうですね。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ銀行行ってまいります。じゃあねー。